もうそれはあなたが持っていても意味がないから。あ、おい、返してもらうよ。これで満足か。じゃあハングだ。君には本当に助けられたな。ありがとう。うるさい。ちゃんと知ってる。君が俺のことを嫌いだってのはさ。でも俺が頼んだ仕事はなかなか良かったろ。歴史の分水嶺のシミュレーション、データの収集、分析、のめり込めたみたいでよかったな。君が怖くてたまらない、惨めで哀れな妄想から目を背けられてさ。うるさい、黙れ。まあまあ、君のおかげでこうして復活もできて、データもちゃんと集まった。本当に感謝してる。だから俺、うっ、君が望んだ平穏をあげる約束しただろう。待たせてごめん。次は君たちだな。てめえは何なんだよ。あれ、もう知ってるはずだろ。アーカルムシリーズ青少女ザ・ハングドマン。あなたが新しい世界を作ろうとしてるんですね。なんでそんな。さあどうかな。結果にはそれほど興味がないけど。じゃあ何がしてんだよ。カイムのことだってあんな風に。この世界はさ、理不尽や不条理に満ちてるよな。そしてそれに耐え乗り越えていくことが人に進化をもたらす。俺は人じゃないけど、人のそういう姿を見るのが大好きなんだよ。何を言ってるんですか。だからさ、君たちといるのも結構楽しかったな。じゃあ終わりにしようか。くそ、ここでこいつを止められなきゃ世界がどうにかなっちまう。やるしかないです。行きましょう。さあ人の進化を見せて。天聖王は伊達じゃないってね。子は無力だからこそ共に戦う。大丈夫だ、私に合わせて引いてみて。違和感あるでしょ。
この旋律を聞くと。この程度で倒れないでよ。インフィニートクレア。安寧秩序を守り抜く。私の剣に弱さはないぞ。うるさいの嫌い。そらそら、あらよ。これは聞いて、これはどう。天聖剣王は伊達じゃないってね。支援ミルエスパーだ。レビリウスクリーン。いいか。天聖剣王は伊達じゃないってね。ほい、じゃあね。旋風自然烈光弾。聞いてみて。ほらほら、考えてる間に終わっちゃうよ。天聖剣王は伊達じゃないってね。支援ミルエスパーだ。じゃあね。旋風自然烈光弾。レビリウスクリーン。ほらほら、もっと楽しませてくれよ。俺に教えてくれよ。安寧秩序を守り抜く。私の剣に弱さはないぞ。天聖剣王は伊達じゃないってね。ありがとう。ありがとう。あらよ、こい。ほら、聞いて、これはどう。一緒に演奏しよう。この程度で倒れないでよ。インフィニー。違和感あるでしょ。この旋律を聞くと。ほら、ほい、あらよ。聞いてほら。苦難を超えた先の夜明け、美しいと思わないか。覚悟はいいか。天聖剣王は伊達じゃないってね。大丈夫だ。私に合わせて弾いてみ。うるさいの嫌い。支援ミルエスパーだ。旋風自然烈光弾。レビリウスクリーン。次の曲は私が団長に合わせる。子は無力だからこそ共に戦う。
ほら。これは。次の曲は私が団長。転生剣王は伊達じゃないってね。私の剣に弱さはないぞ。ほら、あらよ、ほら。ほら、終わった。おめでとう。君たちの勝ちだ。当然の勝利だな。誰？おいおい、マジかよ。シロ？カイムさん、大丈夫ですよ。この人たちは私のお友達でして。シェロのお友達？こんにちは、カイムくん。私、ルリアって言います。ルリア、お姉ちゃん？はい。シェロさんだけじゃなくて、私とも仲良くしてくれますか？仲良く？いいよ。僕、ルリアお姉ちゃんとお友達になりたい。これがカイム君の望んだ平穏なんでしょうか。あの聖少女、ザ・ハングドマンが言ってたやつか。はい。あれってカイム君はこれで幸せだってことですかね。オイラにもさっぱりだぜ。そもそもカイムのやつがどうしてアーカルムシリーズに協力してたのかもわかんねえからな。協力だったんでしょうか。なんだか仲は悪そうに見えましたけど。どうだろうな。でもカイムは自分のしてることを確かに理解してやってやがったんだ。そうですね。一体どうして。今となっちゃもう何も聞けねえよな。なかなか面白かったな。団長だっけ？ここにいればまだまだ楽しめそうだ。アーカルムシリーズとしての使命はまあ
俺にとってはついでだけど、とりあえずのんびりと待つことにするかな。来るべき約束の時を。